変わなきゃ変われない。口を私はだ。まるでアイロンモネメルです。さあ、今日のオープニングはですね、こちらのてるてるさんに作っていただきました。ありがとうございます。非常にクオリティが高いですね。とことだけ言わせて、せめて梅酒に勝たせろ。めちゃくちゃ一瞬で負けてるやん。はい、ということで、まだまだオープニング募集してますのでね、はい、めちゃくちゃ DM 待ってますよ皆さん。ということで、今回はですね、サムネにもあった通りバランス修正、情報修正来たんですけれども、この中でね、誰が一番強くなったかというところを問題提起させていただいたんですけれども、皆さん誰だと思いますでしょうか。結論から言うと、僕はこいつだと思います。イエス、フランキー将軍。はい、もう異論しか認めません。はい、いや正直みんなそれぞれあると思う。シャンクス、やっぱシャンクスだぞとかね。あとレイジもなかなか強いです。いや意外や意外、ミスター3とかね、まあ黒ひげ、僕持ってない黒ひげもね、はい、強いと思いますが、まあ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 、リーグ潜った感じ勝率が一番高いのはこのフランキー将軍でしたので、もう僕の中ではね、はい、もうこの人で決定です。なんかちょっとコメント欄荒れそうですけどね。はい、いいでしょう。もうね、これね、何が強くなったかっていうと、スキル1ですね。はい、これがめちゃくちゃ使いやすくなりました。まずダウンしたら 30% 短縮なんですぐ溜まりやすい。そしてね、攻撃された時、このスキル1の攻撃力が 20% も増加しちゃうんでね、もうすぐ溜まっちゃいます。はい、攻撃力がすぐアップしちゃいます。なんでそんなところをちょっと見ながらね、リーグ潜っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。相変わらずやっぱオリンが多いね。でもさ、たまにレイジュと、あとシャンクスめっちゃ増えましたよね皆さん。わかりました？シャンクスバリ増えた。なんかさ、レッドシャンクスぐらいいないですか？今のね、古い青シャン、青シャンがなんかね、緑シャンクスぐらいめちゃくちゃいるよって感じで、バチョン。はい、もうこのスキル1はね、もう無駄遣いしていいです。はい、どんどん、うわー、レイジュとやるのいいっすね。バランス修正後のフェス源と工場、これはさすがに負けるわけにはいきません。はい、さすがにバチコンバチコン打っていきましょう。バチコンとね、はい、なんか来てますけれども、はい、もうこれ攻撃力 100% アップです。スキル1がね、どこかで打ちましょうか。これはためとこう。はい、でここで使うのがいいですね。これね、オリンが本当に怖くないんですよ。見といてね、めちゃくちゃ怖くないから。はい、これやっといて、で次多分フルゴラーっていうかね、あれ来るでしょ、あれサンダーアームみたいな。はい、あいつゲッターになるやつ来るんじゃないですか。もうその前に、あ、いや、オッケーオッケー、これはダウンされてオッケーで、はい、はい、やっちゃいましょう。バーション、はい、やば、強すぎる、お、強すぎるよ。はい、そしてここでスキル2。はい、もうオリン2キル、オリンの2キル見ましたか。オリン2キル、オリンが全く怖くないんだよね。素晴らしいですねこれはね、ほんまに。ただ誰だろうね、怖いと言ったら、誰？マジでいないんじゃないの？マジでいないんじゃないですか？ゾロか？あ、ゾロはね、ゾロはね、やっぱ意外と怖いかな。その状態異常が入らされるキャラクターであれば結構いいんですよ。例えば、なんだ？赤犬、そしてマム、そしてウタ。はい、このあたりはね、全然余裕なんですよ。もうすぐ状態異常なくなっちゃうんで、めちゃくちゃ余裕なんですけれども、まあそんなのをもろともしないアタッカーたちね。はい、そのあたりちょっときついかなと思いますけど、いや、きつくはないな、きつくはない強っ。え、マジで強くないですかフランキー将軍。本当に、え、待って、マジでさ、トップ10入りある？どう？ないか？さすがにない。いや、僕、あると思うんだけど、このランキング的にトップ10入り。でもさ、正直フランキーあんま使ってる人いないよね。フランキーね、さっきから潜ってるんですけど、10回中1回当たるぐらいかなと思いますね。はい、これもう絶対余裕で勝てるじゃん、こんなん。はい、もうレイジは相変わらず増えたね。レイジはめちゃくちゃ増えましたね。フランキーよりレイジの方が増えてる気がする、マジで。そしてレイジもやっぱりなんだかんだね、使いやすくなってますよね、すごくね。はい、やっぱまあね、タイマンとかでは全然勝てないですよ。勝てないんですけど、ゲッターとしては、まあまあ、やっぱ優秀になったんじゃないですかね、レイジュちゃん。はい。ありがとうございます。これは余裕で勝てましたね。はい、素晴らしいと思います、フランキー将軍。やっぱりいいね。はい。こういうね、見通しがいいエリアっていうのは、非常にフランキー向きですね。これさ、貫通できたっけ？このスキル1、ジェネラル砲だっけ？これ貫通できたと思うんで、これ取り際行きましょうか。取り際に、バチコーン！
できてないか、できてないか、遅かったか、どっちかだけど、貫通できたよね、あそこね。まあ僕のプレイヤースキルですかね。はい、すいません。すいません。はい。ということで、こっちの旗を貯めていきましょう。相手が、歌が来てるんで、わっしょやっといて、で、わっちこ、スキル無駄にしたなー。でもダウンしたんで、スキル1が溜まりますね。と、ここで辺で打っておきますか。スキル1、パチコン、うふふわ。うふわ。やばい。これ、すいません。僕、先般しちゃってるかもしんないですね。はい。まあ大丈夫です。これ、ゾロね、まあ言うて怖くないんで、行きましょう行きましょう。全然大丈夫です。はい。そうだな。あそこの歌行きましょうか。歌、パチコン行っておいて、はい、OK です。やっぱ遠距離攻撃は、見通しのいいところでは相当使いますね。はい、OK です。はい。強くない？マジで。本当に強くないですか？なんかね、あんまりツイッターとかで見てても、フランキーのこと話題にしてる人あんまいなくて悲しいんだよね。一時期ね、僕、結構使ってたんですよ。フランキー、はい。よいしょ、強い。一時結構使ってたんで、なんか話題になるかなと思ったんだけど、全然なんだよね。そうでもないんかな、みんなからすると。はい、ゴドリアザス。ちなみに、黒ひげ持ってる人、ぜひ、使った感想を教えてください。僕持ってないからね、唯一、ああ失敗した。通常攻撃撃ってたらスキル1撃っちゃった。すいません。大丈夫、でもすぐ溜まるから。はい、黒ひげ使ってる人、ぜひ教えてください。黒ひげも増えたよね、ってかさ、いつの時代のバウンティーラッシュみたいな感じの時ない。たまにまあ、オリンは混じってるけど、黒ひげ、青シャン、で、この、フランキー、レイジュ、そしてたまになんかウェディングサンジ、ミスタースリーって、いやいや、これいつの時代のバウンティーラッシュですかみたいな感じの時あるんですけど、僕もツイッターでね、やったんですけれどもね、これいつの時代みたいな、タイムスリップしてませんこれみたいな。はい。これ、だから今の環境ね、バチボコ面白いんだよね。あれ大丈夫、あのシャンクスは生きてますか。はい。これじゃあ、オリンやっていきましょうか。いやー、だから本当に今の環境楽しいよね。なんか昔のキャラクターが、生き生きしだす瞬間ほど楽しいものはないなって思いますけどね。なんかさ、不思議だよね。なんか強いキャラ使ってたら楽しいんだけど、強すぎたらおもんないみたいな感じあるじゃん。さ、このオリンもこう、このオリンもしっかりですよ、本当に。さあ、オリンがやっぱ強すぎたんでね、一強だったんで、まあ、ほぼ一強でしょ、あんなもん。うん。っていう感じだったんで、まあ、そこに対抗するのが、このフランキー将軍でございます。さあ、こっちから、はい、こっちで、バチコン打っといて、で、避けといて、ワン、ツー、オッケー、ナイス。そして、ここだ違ったね。避けといて、ワン、ツー、うわいしょー、つって。で、これは、そうだね。ブーストくるんでいきますね。確実に仕留めます。はい、アザス。そして、あっちの旗を、ゾリさんと抜いていきたい。ゾリさんついてきて、あざす。で、ここを B 旗を抜き抜きしていきましょう。B 旗抜き抜き、B 旗抜き抜き、あっほう、B 旗抜き抜き、B 旗抜き抜き、わっしょい。はい、さあ、来ました。夢ルフィ先輩がどうやら来てるみたいですけども、大丈夫。あ、にゃっと、見た今の。状態異常がすぐ消えちゃうからジャスカイできました。素晴らしいよね。夢ルフィも怖くないんだよ、だから、マジで。で、これ、ちょっと見といてくださいね。全然、あ、もう取っていいよ、それ取って。あ、取ら、あ、もうそんなんやったらもう勝っちゃうよ、それ。はい、パチコン。はい、アザス。はい。夢ルフィが全く怖くない。誰が怖いんですか？誰か来てよ。はい、ありがとうございました。みんなの1位も聞かせてよ。みんなの1位をね、はい、情報修正でバチバチに使えるようになったよってやつ誰ですか？やっぱ青シャンなの？やっぱそうなの？早く100レベしたいんだけど、だとしたら。でも本当にさ、シャンクス本当に使いやすくなったよね。出が早いのが最高。スキルが結構避けらんないっすもんね。うん、今までなんか、どんだけ貯めんだよ、みたいな感じで貯めてたんで、グリフォンの一撃とかね。いや、それがすごい良くなったかなと思いますね。でも僕はやっぱりフランキーかな。フランキーが復帰してくれて本当に嬉しいです。一応メダルこんな感じで、110の海賊団メダルをつけております。タグが結構いいんで、スキル1短縮、スキル2短縮もついてて、さらに回避のクールタイム、そしてダッシュ速度アップとね。はい、万能メダルとなっているんで、ぜひ使ってみてください。おい、じゃあ皆さん、良い週末を。お疲れ様でした、ジャーニー。ということはだよ、やっぱりさ、ゲッターのマムを早くさ、情報修正してほしいと思うんだよね。うん、チャンネル登録よろしくお願いします。